ティです。ハッスラー TV。いや。どっち向きなんですか。ちょっと私は反対にいつもいたのかなと思ってたんですけど。全然意識してないから、俺いつもそっちかな。私いつもひひ、あ、そんなことないね。うん、そんなことないよ。いや、なんかその、そこに座って、そこにソファーがあるんだけど、うん、最初始めた時のね、オープニングの時に、私いつも左座ってたじゃない。うんうん、なんかその印象かも。いや、あ、そう、だからいつも左なのかなと思ってました。そうそう500何本撮っていて、何今更みたいな感じだよね。で、はい、今回は、また、蒼井瑠璃さん専用の、横向き施術の、うん、うん、やり方、おー、またバージョンが増えるわけですね。うん、そうですね、うん、横向き施術ってすごいね、いいよね。ほんと最近も深いとこ行きたかったら横向きに、ね、そうだね、うん、だし、うん、受け手が楽なんですよ、すっごい。そうね、うん、あとね、私好きなのが前も言ったけど、体式のあれじゃないけど、コロンってしてお母さんのところで横向きになって寝てるみたいな、心のリラックスみたいなのがすごい好き。それもそうだし、あと、うつ伏せでガンガンやるとやっぱ背骨自体にね、負担がやっぱりいくんで、横向き腰の人とかめっちゃ楽じゃん。そのちょっと横向き施術、そんなポイントいっぱいあるわけじゃないんだよね、うんうんうん、あんま気にしないでまたやってるん で、 でそこ私がまた、あれこれはみんな別に知ってるわけじゃないよっていうのをちょっと言ってもいい。そうそうだ ね、 ね、それをちょっと拾ってもらえればいいよね、みんな勉強になってくれれば、うんうん、ということでじゃあ、はい、いきます、横向き施術、はい、レッツGo! 行ってみよう。じゃじゃーん、ドアップ。横向きいきまーす、うん、まず肩ね、まあ欲しいとこ、うん、まあでもこの体勢からだよね、まずね、体勢、映ってねえし、あ、そう、体勢が、まあ普通に足斜めにして上の足を、この浅さとかもさ、ちょっとね、押された時に背中が倒れやすい。そうだね、ちょっと上げるとさ、ちゃんと止まるとかさ。そうなのよ、ね、なので、もうちょっと足を上げた方が止まりやすい、上げ気味ね、で、下げると、まあこれだとね、押してみようか、止まるもんね、止まる、で、伸ばして押すとこうなっちゃう、っていうことだよね、あと下の足を曲げてみて。そうね、そう、うんうん、これ上までね、上まで行って、もうこれ完全にロックです ね、そう、これのぶちゃんがね、前教えてくれた時感動した。そう、だけどこの体勢自体が腰痛の人が辛い場合があるのよ、ね、実はね、痛いでしょう、なので例えば右のお尻をこう、こっちも上げてみて、この逆、こっちの方が楽なんだよ、体勢が、受け手が、だからこの倒れる云々よりも受け手が楽な方がいいじゃんってのが一つあるわけ、だからこっちの体勢でいつも私やってます、っていうとこをちょっとお伝えしたかったのと、だからこのね、上の足を曲げてやるっていうこと一つ、と、まあ普通に抱き枕とかあったら一番倒れないんだけど、私出張でやると抱き枕とかはないので、普通にこの体勢でやります。で、肩からね、普通に菱形筋とかやるときに前側を触っていかないようにしてます。ただこう押すと体がいくんで、いっちゃうから前側を、僧帽筋の前の方をロックしてます。で、こういう両手でやるんですけど、ちょっと手が見えなくなっちゃうんですけど、両手だとこうなんで見えなくなっちゃうんで、うわー、キワキワ、キワキワ、やっぱ左が固まってるんですよね、わこれグリ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 、だってこれでもかなり効いてるよね、これだけでもね、いや、かなり効いてます、別に体重乗っけてとか全然意識しないですよ、普通にここ行ってるんで。で、多分蒼井瑠璃さんが言うのは背中とか腰部とかが押しにくいと思ってるような気がするんだよね、言いたいことは。だからまず狙うところをきっちり、この起立筋のラインを親指当てて、きっちりぐーっと。で、倒れるっていう感覚、俺、ないんだよね。普通にやってて。多分、だからこれだよね。あの足を。足曲げてないってこと？いや、曲げてるだろ。曲げてんだけど、遠慮するとさ。あ、遠慮するとね。そうそう。あ、がっつり曲げてないってことね。そう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 。うん、そうだね。がっつり曲げるってことと、あと別に倒れること、圧入る
入ってないと思っちゃってるだけなんじゃないかな。結構入ってるよね。うん、いや、かなり入ってる。かなり入ってるよね。うん、がっつり入ってるので。これ今水平にね押してるだけなんで、うん、すごい。左を押されてるのに、うん、右にもやっぱ下の方の時は響く。あ、響く、うん、でもうまく、うん、で今切りつきの上でした、うん、今度脊柱の際の垂れつきをグーッと、うん、おー、いい指ですねいい指この時にだからよくうつ伏せでもあるけど、この別の4指の方はあまりグッとならない方がいいです。なんかこっちに集中がいっちゃうので、うん、これは本当支えてるだけ、軽く当たってるだけだからあんまり意識ないでしょ、うん、意識はちょっと強くやってみるよ、うん、こうどう、こっち側をこう強める4指を。あ、でも痛くはない、気持ち悪くもないわ、うん、私あんまり、そうね、そこ平気なのかな、うん、ここがねちょっとくすぐったがりしてるよね。そう、くすぐったりしてるんで軽くっていう、うんうん、でもなんかそうね、軽くしてくれた方が居心地はいい、うん、居心地はいい、そうそうそう、うんうん、あとね使って、うん、和み系のね、和み好き和み好きだよね。結構立ててるね、結構立ててます、うん、こう寝てるとこう、寝せるとこういう感じ、うんうんうん、鋭くだとこう、うん、これめっちゃ剥がれてる感じする、切りつきに剥がしですね、きれい、すごい。この3日ぐらいちょっと調子悪かったんですよ、うん、こうすると倒れない、うん、で強もみで困ってんのかな。強く押す場合は、うん、あれです、こう水平に行くんじゃなくて上から下、うんうん、腰部の筋肉を上からぐっと、おお、知らない外人出てきた、ちょっと超びっくりした。でもそれぐらいきつく入るわけですよ。今でもそんな入れてないでしょ。入れてない、全然入れてない、ね、おおってなる、もう本当に今のちょっと強もみのお客様と仮定して入れてみようか、うん、もう大丈夫ちょっとだって青井瑠璃さん聞きたいだろう、ね、もうすごいお相撲さんみたいな人が来て、ガチガチだから、切りつきのここの部分を横じゃなくて上から取れてください、うん、でも肋骨あるから肋骨入れないようにして、うん、上からぐっと、あ、やばいやばい、ちょっとこれさ、白子ちゃん呼んでやってもらいたいやばいやばい、これやばい、それだ、ちょっと強めだとか、あーかしこまるこうなるともう完全に防御反応が入っちゃうので、うんうん、もうミキティは全然強いんで意味がない、うん、ただぶっ壊してるだけみたいな、うん、これが一番好きなごみなごみはやらない、なごみね、シーナやなごみいいね、シーナやなごみいいね、名前どっちか分かんないもう緩んでます、もう全然緩んでます。だからポイントはこの足の角度だよね、うん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 、ね、うん、わー、この気持ちいい、ね、全部できるし、うん、仕込んだ、そう、仕込んで、うん、めっちゃ気持ちいい、あとね、ここの少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします、お願いします。